ほどお風呂に行ってきました。お風呂に行ってきた。おめでとう、ありがとう。妹よ、妹。おかっきーさん、ありがくまありがとう、妹よ。これいる？妹。あ、いる。はい、マスクをしてください。もし映った時のために。映らないけど。ハビもマスクしなさい。ハビもマスクしてください、映った時のために。本日はですね、誕生日ケーキを本当はお昼の配信でちょっと作ろうと思ったんですけど、ちょっといろいろありまして、誕生日のね準備とかもやってて、ちょっと配信ができなかったんですけど、で今日はそう、誕生日のなんか誕生日で温泉に、温泉？温泉っていうほど温泉じゃない、銭湯に行ってきたんですけど。それそれそれ、ちょっと待って、これまずいやつ。ダメそれ、使っちゃダメって。あの、映んないから大丈夫。もし映った時のためだから。そう、で温泉に行ってきたんですけど、でさっき帰ってきて、誕生日ケーキがまだ映らないでね。映らないよ、変なこと言わない言わないよ。あ、ありがとう。で今日はお昼にケーキを作れて、もう作ってなかったので、で今から作りたいと思います。でケーキを作ったら一旦配信切るんですけど、配信切ってケーキ食べるんですけど、ケーキ食べ終わったらまた普通の配信します。ちょっと歌わずやろうと思ってたんだけどさ、あれだよね、できてない。歌わずはもう今週お休みするかな。これが今今日特別編ですね。ナリーさん、パチパチありがとう。だってパチパチだよ。パチ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 、ありがとうは、ありがとう。どうも。あ、モンキーだ。ありがモンキー。ペガサスイグルシャッカーさんさん、ありがモンキー。今はイチゴですね。じゃあ映らないよ。あなたは斜めに。これダメ？あ、いいよ。お皿ってこと？うん、大丈夫。おめでとう。イチゴ洗ってますね。何も私は動いてないです今日は。これ切った方がいいよね、真ん中。あ、ジュンヤ様、ありがパチ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 だって。ありがとうだって、うん、だってよかったね。イチゴいって。じゃあ私が一個切りますね。どういう風に切りたいですか、盛り付けは。盛り付け、盛り付け、ストロベリー、普通にペタッ切ってのっける。分かった、じゃあ普通に切りたいと思います。あんまり映らないですね。ちょっとうるさいわよ、奥様。奥さん、あ、マクリルさんもありがお花。じゃあチュン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 、これペタッ切りプリってやつだな。別にどっちでもいいけど、あれじゃないですか、置いたときに。じゃあ下手だけすっ、いいよそんなこと。じゃあ分かった、どっちかがイチゴを切って、うん、どっちかがクリームを塗りましょう。どっちがいいですか。私はイチゴを切りたいです。分かりました。私はクリームを塗りますね。デコレーションは何でもやれて、分かりましたわ。デコレーション、ありがとう、おめでとう、お誕生日おめでとう、ありがとう。私じゃないけど、今日はさ、温泉に入ってきたからメイク、リップしかしないけど、ゆうすけちゃんまげ、ゆうすけちゃんまげ、ゆうすけちゃんまげです。ちゃんまげ、あ、いっぱいありがとう。まさぴさん、ありがはた。あ、できた、ほら、できた。あら、ぽこちゃんびっくりした今。どうしたの、ソファーから急に現れた。ありがとう、ちゃんまげ。はい、どうも。では私がクリームをやらせていただきます。あれ、ゴムベラは本日のたん、あ、なんか垂れてきますね、これ。ちょっと柔らかいんじゃないでしょうか。ちょっと溶けてる。あー、早く出して、待って、これが安定しませんわ。安定しません。これはベイビー、あ、でもいけた、いけました。センターで静かに
しなさい。歌を歌ったらバンされてしまうわよ。バン。そうよ。世の中にはね、著作権っていうものがあるの。知ってるよ。じゃあ今からこれスポンジ、うん、ちょっとここに置かす、スポンジどっか置いとく。ああ。は？ここでいっか。ここでいい。ここをじゃけば。お、ヤマクリームが。じゃあこのようにスポンジがこちらにありますので、私はクリームを塗っていきたいと思います。いちご途中に挟む。挟みます。じゃあいちごを切って切るか。まずは普通にブニュブニュとやっといて。こんな感じ。見えてる？おー、見えた。あ、なんだなんだ。パピタン。高輪さん、あー、ありがとう。ありがとう。じゃあこちら、ゴムベラで伸ばしていきたいと思います。てっちゃかちゃん。てっちゃかちゃん。いちご薄く切ったのって何回くらいいるかな。あ、 半分くらいでいいんじゃないかな。ぶっくり入れてみるか。少なめでいいんじゃないかな。あとで切ればいいし、足りなかったら。そうだね。おおーい、おろし、のすけだぞー。著作権は？これは大丈夫。これは大丈夫なの、著作権。これは大丈夫。私は大丈夫。私は。ハッピーバースデー、ありがとう。あ、これ著作権。誕生日おめでとうだって。ありがとうわ。おめでとう。さて、マヨネーズじゃないよ。クリームだよ。あれ、いつもってさ、こっち側にクリームやってたっけ？やってたん。やってた？やってたん。チーゴヨーちゃんさん、ありがとう。ありがとう。じゃあ、いちごこの中の盛り付けは私がしてもよろしいでしょうか。もういいです。上やる？いつよ。わかった。これあんま関係ないしね。あと、ありがとう。あー、このようにただいまですね、いちごを盛り付けております。これは間のケーキのとこ。間のケーキのとこ。バーピーコちゃん、バーピーコちゃん、来ないでくだちゃん。そう、食べないで。バーピーコちゃん、もうちょっと薄く切ってください。足りなくなりましたね。マジですか？足りないです。これから切ってください。間違いない、同じ DNA だ。似てますよね。バナナだ。はい、どうぞ。ありがとう。おい、あなたの好きなものは何ですか？バナナ。バナナが好きなんですね。今日のケーキはイチゴですけど大丈夫ですか？まあ、いいんじゃない。なるほど。あともうちょっと、あともうちょっと、あともうちょっと、ワン、ツー、スリー、フォー、何個。じゃあ、まあ、誕生日を迎えて1個年を取った、感想をお願いします。え、ああ、11歳。どうですか、感想は。うん、うん、うん、ポコちゃんだなと思った。特にないそうです。ポコちゃん抱負は、抱負はないそうです。じゃあパピちゃん、パピコちゃんは、あの、妹が10歳を超えまして、1歳、年を取りました。どうですか、感想は。これで最後やね。感想はどうですか。わわ、嬉しいもん。嬉しいもん。嬉しいもん。だそうです。ポコちゃんは、ポコちゃん、ポコちゃん、ポコちゃん今ベランダの近くに座ってます。あ、今日もうそろそろスライスちゃん。もういい？もういいよ。じゃあ普通のスライスじゃない方のいちごちゃんを切ります。いちごですね。いちごはですね、方言ですね。いちごはですね、愛知の訛りですね。いちごは愛知の訛りですね。いちご、いちごですね。いちご、マジで発音。
いちごですね。いちごですね。はい、リピートアフターミー。せーの。いちご。正解です。いちご。正解です。それでは、こんな感じで盛り付けができました。間です、これは。だからあんま見た目関係ないです。では、この上からクリームを乗っけていきます。それいらなくない？いる。こっちの。いるよ、パピも見てる。そっちの代わりだよ、これは。そういうことか。そうだよ。それはね、そっちの代わりなんです。代わりなんです。はい。パピはこっちが見ている。パピはこっちを見てます。仲間に引き合いしない。仲間を見てる。仲間にする？しない？しない。デュルルルルルルそう、パピの心の声聞いてみたいね。ちょっと誰かさ、動物と話せる方連れてきて。よし、できた。こんな感じでクリームをのっけました。それではこちらのスポンジをですね、この上にのっけていきたいと思います。3、2、1。あ、ありがとう、チームよっちゃんさん、ありがとう。こんな感じでございます。それではこの上からクリームをのけていきたいと思います。静かにしてください、妹さん。あ、これがカスカス言ってますね。え、取れない方がいいかなと思う。あ、そこだ。まあまあ、かわいそう。じゃあ、この上からクリームを出していきます。プチ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 。いい感じ。うん、溶けてないですね。レディゴー。お、見えるね。レディゴー。あ、トサク系。消される。消されるの？なった。消されたい。消されなくない。パピちゃん、私のこと大好きだもんね。ワン。そうだ、ワン。パピ、監視。すごい監視。うちを食べたいだけだ。はダメよ。素敵な誕生日だね。そうだね。著作権がいっぱい。うん？著作権がいっぱいだ。そう、著作権っていうものは身近に潜んでるから、気をつけるんだよこれから。YouTube に何でも載せていいわけじゃないからね。知ってる？よっ。ああ、いちご。あ、パピちゃんダメよ。はい、どうぞ。こんな感じでクリームをチュクチュクってやっていきます。チュクチュクチュクチュンチュクチュンチュン。どうですか、このケーキの感じは。パピちゃん、うまくできそうですか？わわわわわ、できそうだわん。あ、よかったです。わわわわわわ、モコちゃん、モコちゃん、モコちゃんお年齢中ですね。チャットタワーの上でレディゴー。かわいい。やめなさい。落ち着いてください。やりたい。それではどうぞ。いや、おとなしいね。だって褒められたよ。よかったね、パピちゃん。パピタン、褒められたよ。ご飯のことしか見てなかったよ、今。うん、ご飯のことしか見てないね。気持ちいい？ここカリ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 、ここ気持ちいい？あ、癒される。ここは、あ、気持ちいい。ここ気持ちいい。胸ぐら胸ぐら胸ぐら胸、ここ気持ちいいね。ミニミニ気持ちいいね、パピタン。どうでしょう、胸ぐらじゃないの？そうだよ、ここは胸だぜ。胸ぐらじゃなかったの？あれだ。あ、パピちゃんじゃない、パピちゃんじゃない。もういい、うん、飾るだけでいい。わかりました。じゃあこちらのこのケーキをですね、横側もクリームを抜けていきたいと思います。
そう、パピちゃんはだいぶ毛を切りました。そこそこ、うん、そこで全部、それ全部全部使っていいからね。あちょっと何やってんの。あその残りはあるよ。あ倒れちゃう。それ倒れないんですけど角度がね、角度がだいぶ古びたね。アイクク、アイクク、ヘイク。タタ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 タ。あ、刺しちゃった。何本使っていい？美味しそう。こちらは母が作りました。おスポンジでお作っておりますケーキでございます。ハッピーバースデーをいっぱい持ってきたの。ハッピーバースデーに持ってきた。持ってきた。それはよかった。1歳年を取って感じたことはありますか。それさっきも良かった、さっきは年を取って頑張りたいこととか聞いたけど、やっぱり年を取っていこう、なんか自分的に変わったことはありますか。ありません。ありますか。ある。おお、何ですか。靴がでかくなった、はい、おお、そうに、なんと足のサイズが私と同じ24センチになりましたね。あ足が大きいですね。あ皆さん聞いてください、24センチですよ。足が大きいです。やっべーな。私の足大きい方なんだけどね。24.5。いちご食べたい。いいよ、食べて。うまーい。そう、あんまり中にはやってないんだよね。え、やったやった。うん、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 そうなんです。今日は同じにならない、ならないな。ロソクを1,2,3,4にした。おう、なんかのやつと、なんかのやつ。あれ、ロソクやらないのこれ。ん、もうこっちやらないんだ。で、身長は全然違いますね。身長は全然違います。私の方が高いです。足臭くなる。なんだってそんなことないわ。足臭いの。私は臭くないわよ。ピッツァンといいのだよ。ドゥドゥドゥ。ハッピーバースデー、ありがとう。ありがとうは。ありがとうは。シャミガですわ。あ、そうですか。こちら、今いい感じでござ、あ、削ってしまいましたわ。あ、リーカとラーさん、お花ありがとう。ありがとう、お花。リピートアフターミー。ティッシュがない。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。できた。ちょっと周りが汚いんで綺麗にしていきますね。最近はですね、ぼーっと言っております。私ですね、最近ぼーっと言っております。最近ぼーっとタイムに入ってしまいましたね。なんか全ての物事に対して、あ、変わらないでくださいませ、ね、あ、ほらにほら、倒れそうになったでしょ。あなたが触ったから、あなたが触ったから、あなたが触った、あ、ほら静かに石のかまって。まだですか。いった。おー、できました。じゃーん。
クリームができました。よし、じゃあイチゴを盛り付けていきましょう。じゃああなたがやりたいそうなので、ワンタッチ、ワンタッチ、ワンタッチ、生クリーム食べなかった。全然元気です。元気もりもり。ただなんか眠くて眠くて毎日が。はい、パピちゃん、この今のケーキ作りの状況的にうまくいってますか、パピちゃん？パピちゃん、うまくいってますか？いってそう。はい、いってそう。いってます。ありがとうございます。カロリーどんくらいかな、マムちゃん。わかんないね、カロリーは。でもスポンジはですね、あれですか、スポンジは小麦粉は使ってますか？使ってないそうです。では何を使いましたか？おから、うん、そうだよ、おからパウダー。そうです。今連絡が来てました。いちご、いちご。連絡、スタッフさんの連絡を見ることです。そうです。ちょっとお父さん座りにします。寒いので足が。お、うまいですね。さすがパティシエ。パティシエ。おからパウダーで作ったスポンジらしいので、そんなにカロリーは。カロリーはどうなんだろう、分かんない。あ、クリームがありますね。まあまあまあ、でも普通のケーキよりは糖分が、糖分、糖質、糖質。クリームはあれですか、あの普通の、普通の砂糖じゃない、うん、ラカントですか、はい、はあ、そうです。だから糖質はそんなにイチゴの分くらいかな。イチゴが食べない、夢だわ。すごいそれ、うまいね。高級、高級。はっかそう。このイチゴは何円ですか？なんだっけ？値段を言うんですか？言ったら、え、いかないね。何円？1円。何円？丸丸丸丸丸。なんか、あれだね。何？高いね。高いでもないし、安いね。高いでもないです、あのね。企業秘密で。200円です。でもこの時期にイチゴって珍しいよね。うん、春だもんね、イチゴは。よく考えたら春だよね。うん、春の誕生日が良かった。クリスマスだね。ちょっと一回ほらパピコちゃん、ダメですよ。ほらパピコちゃん、イチゴが3つ余っちった。あ、3つ余った。じゃあ一回3つ食べてあげる。やべ、私が食べると。いくぞ、いただきます。ちょっとハメコ食べる。イチゴダメだよ、ダメだよ、ダメだよ。ボン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 、うまっ、うまっ。クニッハタリゲタン。さっきハスカネム叶えたいさ、頑張って頑張って、ありがとう、頑張る。ありがとう、たくさんもありがとう。イチゴが超うめぇ。もうできましたか？多分、うん、クリームとかここ足さなくて大丈夫ですか？多分足したいです。足したいですか？足してください。三条、三条いません、ここに。三条もないです。寝てますね、どっかで。どの部屋で？あら、そうありしました。どの部屋でさっき寝てたよ。じゃあ聞きますね、あなたに。はい、AKB48 で一番好きな曲は何ですか？変なこと言わないでくださいね。題名知らない。歌ってみて。歌ってみて。包丁危ない。曲も知らない。紹介してください。
私が AKB48 の誕生日の曲を歌ってあげますね。違います。ハッピーハッピーバースデー素敵な感じでおるぞ、ひと息でさあ吹き消せよ君のため。見とってみんな頭かゆいや。頭かゆいの。ハッピーハッピーバースデー素敵なキャンドルを一息でさあ吹き消せよ君のためのパーティーを始めよう。君の頬に涙サプライズドゥ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 ハッピーバースデーとユーハッピーバースデー to you ハッピーバースデー dear you ハッピーバースデー to you ハッピーハッピーバースデー素敵なキャンドル。できちゃった。あ、できましたか皆さん。できました。あ、くにちゃんさんありがとう。オンプタハート。ダメ。あれ、ロウソクはまだ刺さないですか。今刺したいです。今刺しますか、はい、一回見せますね。じゃあじゃじゃーん、これ刺そう。こんな感じです。こちら私と妹とお母さんで作りました。今刺しますか。どうぞ刺してください。映ってません。ブザッ。あー、ありがとう。あー、ちなさんもありがとう。うま、ありがとう。おとなしくブッス。あー、刺さった。え、何これ、急にこんな小さいのが出てくるね。なんかちっちゃいのしかなかった。そうなんだ。え、何それ。ちょっと待って、刺せない、取れない、剥がれない。落ち着いてください。そう、こういうの落ち着いて。テレビよー、どこでもいいですわよ。気持ちですか。くる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 ブズ。おー、ここでハッピーバースデーと。おー、できたー。ダダダーン、こんな感じでーす。盛り付けできたー。わーい、わーい、いこう。生クリーム舐めていい？いいよ。うめえ。あ、待って。じゃあ一旦できたんで誕生日パーティーをしてきますわ。またみんな普通の配信も誕生日ケーキを食べたら戻ってきます。ちょっとランキングどうしようか。一旦こっちでも読みますね。本当はこれお昼にやりたかったんですけど、ちょっとできなかったんですね、このケーキ作り。では、ちょっとケーキを食べて、多分何時頃かな ?10 時半過ぎくらいですか。お腹かんないでしょ。ゆっくり食べていいよ。10時半くらい、また、には配信またします。で、一回今のランキングも読ませていただきますね。13位、ゆうがりさん、ゆうがりさん、ありがとうございます。12位、すーさん、すーさん、ありがとうございます。11位、エスのマンペアとマーク、イエスさん、エスのマンペアさん、ありがとうございます。10位、さかなお、あとマーク、うただん。うただん、あ、待って。パッチュン隊長、ちょっとイエスさん、たかなおさん、ありがとうございます。9位、ひやぎさん、ひらぎさん、ありがとうございます。ありがとうございます。8位、ペガサスイーグルシャークパンサーさん。ペガサスイーグルシャークパンサーさん、ありがとうございます。7位、ウッシーさん、ウッシーさん、ありがとうございます。ウッシーさん、ありがとうございます。6位、ワサピさん、ワサピさん、ありがとうございます。ありがとうございます。5位、ノリーさん、ノリーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。4位、タキハスクの夢叶えたいさん、タキさん、ありがとうございます。ありがとうございます。3位、チームヨーちゃんさん、チームヨーちゃんさん、ありがとうございます。そして2位は、ウラナスアットマーク、今月は100マイルラン達成。おお、すげえ。浦田さん、ありがとうございます。で、じゃあ、おかっきーさん、おかっきーさん、ありがとうございます。ありがとう。じゃあ一旦行ってきます。バイバイ。また10時半くらいに会いましょう。食べよう。